That's all we get? Fuck you and your comments. We're winning the IWGP Tag Titles. That's all I need to say. Like I've said before, the only thing that's separating KES from those tag team championships is time. Evil and Sonata, your time is coming up. KES, we're gonna take you to the 39th level of communications. You won't know what day it is or what year it is. I'm not just gonna wrestle with you. I'm not just gonna play with you. I'm gonna hurt you. Oi, Naito. そんなに俺の首が欲しいんだ。そう、お前はいらないいらない、僕はそんなものいらないと言いながら、そんなに欲しいんだろ俺の首と、これがん？いいだろう、王様の前に出てくることを許そう。おい、ナイトは俺の目の前に出てこい。ぶっ潰してやる。それからよ、内藤哲也、まあ、それを支持するファンのアホども何やトランキーロだよ。お前らよく聞いてみろ、あいつの言ってること共感できる？なんでだよ、なんでか教えてやるよ。俺は全部知ってる。なんでかわかるか、なんでかわかるか、なぜ客の支持を集めるか知ってるか。それはな、あいつが言うのは全部後出しじゃんけんだから、後付けだから。そう、巧妙な手口を使う詐欺師、嘘つきの占い師、霊能力なんか持ってない霊能力者、そいつらが使う方法と全く同じだ。そう、全部後から後から人が出した答えに自分を乗せてるだけだ。だからあたかも最初から分かってたかのように聞こえるんだ。そう、それにお前ら全員が騙されてるだけだ。あいつの詐欺師の手口に乗ってるだけだ。だからあいつらのな、ロス・インゴ・ベルナプレス、あいつらのファンガキが多いだろ。なんでか、騙しやすいから。王の目はごまかせねえぞ。たかだかなあ、やっと下の毛が生えてきたぐらいだろ。おいクソガキ、おいこっちとらよ、ずいぶんと長いことこの荒波の中で生きてんだ。てめえの息のに止めるのはたくさんたくさんやり方あるぞ、うん、先に宣言しといてやる。お前の足に巻いてるテーピング何の意味もなさねえぞ。俺は知ってる、お前のその長いリングシューズの中に入ってるテーピングを俺は知ってる。全てぶち壊してやる。さあ俺の前に出てこい、そして俺の前で土下座しろ。ひれ伏せ、内藤哲也、俺の前に出てこい。俺はリング上でプロレス界の王様鈴木みのるに言いたいことは言ったよ。俺に構ってほしいんでしょ、なら口に出して伝えてみるべきなんじゃないんですかと。まああとは王様なんでしょ、新日本プレスに言えばいいじゃん。内藤とやらせてください、内藤と絡ませてくださいってお願いすればいいんじゃないの。まあ俺にとってはね、あまり興味のないものかもしれないけど、彼にとっては宝物なんでしょ。それを俺に奪われてしまったら、そろそろあなた居場所なくなっちゃうけど、それでもいい？一時楽しい思いしていなくなりますけど、それでもよろしいですか。まああとは彼に任せるよ、だって彼は自称プロレス界の王様なんでしょ。彼のやりたいようにすればいいんじゃないの、やりたいように発言すればいいよ。
まあ彼の言いたいことはわかりますよ。俺と絡みたいんでしょ。俺の答え皆様わかるでしょう。そう、まさにトランキーロ。あっせんなよカブロ。アディオス。